こんばんは。こんばんは。こんばんは、サブチャンネルです。今日も暑いですね。今夜はですね、ラーメン鍛冶屋さんの製麺所さんから麺を買ってきたんですね。あの赤木の。ちょっと噛んでばっかりますけど。それで冷やし中華作ってみました。美味しそうです。まんま食べてください。はい、ありがとう。はい。ちょっとあの感想をね、聞きたいので、はい、初の赤木麺うどんかな。そう、ちょっと太め。そうね、あの冷やし中華だったら細麺がいいって聞いてたんだけど、うん、どうしてもちょっと赤木をね、赤木麺を食べさせたくて、うん、しかも生。今日ね、あの作りたての麺ですね。はい、はい、どうぞ。いただきます。はい、あ、書きましたっけ、私た食べ。どうですか。なんだろう。すごいなんか、うん、歯ごたえもいいし、うん、ちょっとふわっと感じる。ああ、海藻、うん、海藻かな。うん、海苔っぽくない、海苔のなんかちょっと風味が、そうだね、うん、海藻っていうか、うん、だってほんのわずかに、うん、かすかに感じる感じなんだけど、はい、うん、美味しい。あ、よかったです。じゃあ私も食べます。はい、ごちそうさまでした。美味しかったです。さっぱりしてて、ちょっとね、あの中華の麺と違ってね、そうだな、ちょっと海苔の味がするっていうか、あとあの歯ごたえがありますね、うん、美味しかったです。ギーちゃんは今日はおとなしくバードジムに乗ってます。もふ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 、はい、じゃあねって、またねー。